おはようございます。この女の人が手足をくぐってて、さっき手がやさかったみたいで。なんかベッドに縛り付けられてあったとかいう話も聞いたし。放火殺人じゃないかと、うん、まあチンピラっていうかなんかややこだやだというか怖いってあんまり評判っていうかことはなかったし、お前くやつってやろ、評判って誰も会えていてえねえ。平野さん自身としては自分はやってないというふうに裁判やり直しを求める準備をしているんですよね。やってないとは信じられない。私が初めて平野義行さんと会ったのは2021年10月。当時取材していた東住吉冤罪事件の青木恵子さんが面会に誘ってくれたからだ。青木さんは平野さんの冤罪を信じて支援を続けていた。正直、青木さんからの話でなければ平野さんの事件に興味を持つことはなかったと思う。何しろ過去に傷害事件を起こしていて、事件当時は日常的に覚醒剤を使用していたと聞いていたからだ。面会して本人の訴えを聞いても、どこまで信用していいのかわからなかった。それでも成り行き上、平野さんの事件について調べることにした。平野さんは再審請求を希望しているが、引き受けてくれる弁護士がおらず、裁判資料すべてがチューブラリンの状態だった。唯一関心があったのは、平野さんが大地義行という芸名で出演していた映画。20年ほど前、映画の専門学校に通っていた私が見て、強烈な印象を受けた作品だった。しかし裁判資料を読み進めると、平野さんを有罪とした判決に、様々な疑問が湧き上がってきた。私は取材を進めることにした。事件の現場は京都駅からほど近く、商店や住宅が混在する通りの一角。平野さんの自宅と延焼した近所の家屋はすでに取り壊され、駐車場となっている。
平野さんの家は木造2階建て、いわゆる京町屋と呼ばれる造りで、2階は天井が低い中2階の様式だ。火災が発生したのは2003年1月16日の午後2時頃だった。2階の焼け跡から遺体で発見されたのは平野さんの内縁の妻、横田奈美江さん。現場の状況などから検察は、平野さんが横田さんの手足を電気コードのようなもので縛り、7リットルほどの灯油をまいて火を放ったと考えた。そして平野さんが放火したことを裏付ける証拠の一つとして、火災現場にいた平野さんが被害者を救助するための行動を全く起こさなかったという近隣住民の目撃証言を挙げている。それに対し平野さんは、面会の時そんなはずはないと憤っていた。実際に火災現場にいた人を探すことにした。2003年にこのちょっと隣で起きた、あの隣はね、誰もいないの、変な放火事件のことでちょっと今調べていて、うちは関係ない、知らん。あ、そうですか、わかりました、はい、はい、ありがとうございます。はい、まあ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 、あんまりいい話は聞かへんかったから。なるほど。あんまりいい印象持ってないけれど、ここ交流がなかった。交流って全然ないし、いろんな噂っていうか、そういういろんなことは、まあ、聞いてはいたけど、まあ言えば電気屋さんがあってんけど、あんまりはっきり言われるよね。テレビ買わったけどね、テレビがね、おかしいとか言ってお金払われへんか、で、したこともあったし、火事当日はここにいらっしゃったんですか？あ、いましたよ。で、火事の時は外出てきて見てらっしゃった。私がたまたま2階上がって信号の方向してたら、ふよっと煙上がってたし、あれと思ってたんやけど、そんなごつい火がばじゃないし、煙がしようってやから、あの、おひたってしたりしてすることはあるんですよ、あの、そこ神社やしね。で、煙、あれと思ってて、そう、あの時犬を連れて出てきはったと思ってんやけど、なんや、まだやいるみたいなこと言わせて気にしてんけど。あ、すみません、おはようございます。あ、おはようございます。あれ、前のやつだよ。なんて、誰も会えていてえで、うるさいだけやった。近所でなんか工事やらやっとったら、どない食べとったからな、喋ってるもん、どうやねん。なるほど。今何しとったら知らんの。火事があった、その取材をしていて、当時のことをちょっとご存知の方いらっしゃらないかなと思って。もう私が第一通報者やったから、前で、あの、店してたんです、卵屋をね。平野さん自身はずっとご存知だったんですか？もう小さい時から知ってます。時々おばあちゃんと言うとね、私がもう今小さい時から知ってるから、おばあちゃん言うて。平野さん、どんな方なんですか？ちょっと、まあ、いや、まあ、チンピラっていうか、なんかややこだやだというか、なんかそんな感じで、もう、とっかけ、日陰女の人を帰るね、なんか連れてって、おむけで髪の毛引っ張って、ひび回したりして、ちょっと、いやー、言って、ひどいことするなぁ、言って。
で最初はちょっと日本あのこの煙突みたいなのがあのねあるんですが物干し上がるとこそこに日本ちょっと煙が出てて、はい、で通報したんですわ。あのね消防電話して。が後から出てきて、おばちゃん助けてとか言って、いやあの消防で今消防出ましたって言ったらまたなんか染み入って染みて染みたいとで犬を連れて出てきて、ああ、なんだな言って、ああ、女性の初めは一人出てきてね、うん、でそしたらそれからもう出てきたまま、うん、出てきてもうあの店の横店の横にちょっと座って見てた。見てたの。うん。で出てきてなんかそのボスっていうのボス怖かったなとか言って、えとか思って、なんでそんなね、うん、いいのに肝心なね女の人をほったらかして。うん、えそう座ってたんですか。犬と一緒にこう座。犬と一緒に座ってたの。座ってたの。ああ。その犬から出てきてからはもう。一切消火活動っていう感じで、ね、何もしてへん。そ その時はなんかそのうろたえてるような感じだった。うん、何もない。ああそうですか、うん、で消防の人が来はったらあの中に女の人が、ね、いるいて、うん、あそういう要するになんか違和感があったってことですか、うん、当時からそう、ね、自分は消火活動してたっていうね。うん、ほんでおばちゃんよう思い出してやって最後の途中で言われて何もそんなしてへん横でじっと見てただけや、うん、せやのに自分はなんかね、うん、消化活動してたようなことを三宅さんは火災発生時の平野さんの行動に疑念を抱き証言をした。検察はその証言をもとに平野さんは2階に被害者が取り残されていることをなかなか告げず、救助するための行動を全く起こさなかったとし、被害者が死亡することを十分認識していたにもかかわらず、飼い犬を気遣っていたと主張。この目撃証言を平野さんが放火したことの状況証拠の一つとしている。しかし、目撃者はまだ他にもいた。当時、配達員をしていた吉野拓司さん。吉野さんは平野さんと一緒に消火活動をしたという。もうだいぶ街並みも変わってるんでね。でちょうど僕は昼からその配達ね、まあ、昼便って言われる昼からの分を積んで、エリアが五条のこの西野東院から北側でエリアで回ってた時にちょうど入ってきてぐーっと来て、すごい焦げ臭かったんですね。その窓開けて走ってるんで、でまあなんかその普通にお魚焼いてはるとかっていう焦げ臭さじゃなかったんで。見に行ったらもうもくもく煙が出てたという。煙出てる状態で扉閉まってたんですね。で近所の人が何人か来たはって、中誰も残ってないんですかねって言ったら、いや分からへんね、鍵かかってんねんわって、かかっててどん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 しても反応ないし、でももう煙もくもく出てるんで、いやこれ割って入っていいんやろうかどうなんやろう、でももしどうもなくてただなんか煙のなんかやってはるやつでね入っちゃったら器物損壊になるし、どうしたもんかなって思ってて、何分ぐらい経ったかな、ちょっと時間の感覚ないんですけど、何分か経ったら出てきはったんですね、犬を連れて。煙としてにブワーって出てきはったんで、とりあえず犬連れて出てきはって、すごい犬が興奮した状態でもう
近所の人にちょっと犬頼むみたいなことを言わはって、犬の力が慌てて出てこれて助かったっていう感じに見えたんですよ。あーって、うん、その時にまだいるんやと、上におんねん、って言って、それちょっと助けなまずいでしょうっていうので、じゃあ行きましょうっていう感じで、多分ね暗くて見えないんですけど、奥に右側上がりの階段やったと思うんですよ、見取り図的には。で下がなんかこういろんなものがあるんですけど、土間みたいになってて、で上に張るって多分 この2階で寝たはったのかな。もう窓からも煙出てるんで、かろうじてその奥見える感じやったんで、で僕その消火器を使ったことなかったんでね、で握るとできるんですよね、もうで全部出ちゃうんですね。僕のイメージとしてはこうシュッ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 しながら行きたかったんですけど、もうこの辺ぐらいで全部出ちゃったんで、すごい熱いんですね、もう熱が煙と。でも平野さんはね、場所分かってるからダーって行かはって、上がって行かはって、もう見えないんですよ、上がったはる姿ぐらいまで完全に上がりきる感じで、階段まで上がってって、おいおいと読んでやってはるんですけど、もうその熱量で無理なんはもう目に見えてるんですけど、行って上がってもう顔真っ黒けすすだらけになって、どうにかならへんかなっていうのでこうわちゃわちゃやってはったんですけど、もう多分上がれないでしょうね、熱で多分登りきって。え、2階に上がりきって、上がりきってましたね、行ってるんですね。で声してるんですよ、おいおいって大きい声で呼んではって、でも何の返答もないですね、やっぱり。あ、そうですか。うん、何の返答もなかったです。うめき声とか、もう何も聞こえないですね。パチパチ燃えてる音ともしないし、ひたすらこう熱と煙がわーっときてる感じで、助けたってくれ助けたってくれみたいな感じでは言うてありましたけど、もうダメだみたいな感じ、ダメだみたいな感じですね、どっちかというと無理やみたいな感じで、それは無理やろうと思いましたけどね、死ぬ気かこの人はと思って、言うてる間にも屋根からオレンジの火がもうバーンって出ちゃってるんで、もう無理やっていうので、でそうこうどうしようもないなってしてる時に、あの消防が来たんで、もうそのまま渡ししたって感じですね。平野さんは被害者を助けようとしていた。吉野さんの証言は平野さんの供述内容とも一致している。それでも検察は被害者が救出される可能性を自ら閉ざしたと切り捨てた。それは違いますね。まず人がいるっていうのを第一声に言ってたんで、で犬連れて最後呆然としてたのはその2回目の多分行ってからもうヘトヘトというかもう火傷になった状態でひっくり返ってたと思うんですよ確か。で何人かに解放されて、確かね、もうこういう状態ですわ。いやもうすぐここで出てきてすぐ、助けようとしなかったとかっていう感じは絶対ないって。そうですね、全然一番本人がどうにかしたかった感じはしましたけどね、僕は間違いなく言ってるんですよ、それがどういう気持ちかわからないですよ、本当に助けようとしてるのか、もうね、パフォーマンスでしたはんのか、それは僕らには分からないですけど、あの熱の中行くっていうのは結構リスキーですね、ね、それが事件やったんか事故やったんかは、ね、それこそ平野さんしか分からないことなんで。平野さんは両手と顔に火傷を負い、
高温の煙を吸い込むことで生じる気道熱傷の診断を受けている。事件当日、一体何があったのか。私にはまだわからないが、裁判の過程で見過ごされてきた事実が数多くあることは確かだ。今後も取材を続けていく。